じゃあハルク、神経回路を探そう。キャップの映像ならスタークさんがもっと見つけてくれるかもしれない。っていうか見つけてくれるはず。シールドの無線にアクセスできるようにする。それで格納庫へ行けるはずよ。待って、干渉波よ。追跡装置が妨害されてる。原因を突き止めて。分かった。ハルクから目を離さないで。構え、リムは見つかないけど、すでに作戦の準備に取り掛かってる。見つから、ヒル司令官、誰か。無線が繋がらない。ここから出してご心配なく、妨害電波の発生源まで私がご案内します。上だよ、エイムのドロップシップだ。妨害の原因はこの辺にあるはずだよ。よく探そう。燃えてるって綺麗な場所だね。景色は録画しておきますので後ほどご覧ください。ごめんごめん、獲物に集中ね。you
格納庫を発見するには信号を妨害している原因を解明しなければなりません。失礼、どうぞ続けてください。エイムの建物には何があるんだろう。ドアを開けるための外部ロック機構があるはずです。ご興味があれば。わかった、スイッチか何かだね。ハルク、探してくれる？ミスカーン、シールドの信号はエイムのセキュリティノードによって妨害されています。私がノードに近づけば妨害を阻止することができます。よし、あのノードのところへ行こう。ハルク、ジャービスがアクセスできる。順調です。エイムをセキュリティノードに近づけないようにしてください。思い知ったか。気をつけて、悪者が来たよ。私たちならできる。少しでセキュリティノードの制御が完了します。お待ちください。
してください。これで信号を受信できます。バッチリ聞こえる。追跡装置がシールドの格納庫へ案内してくれます。電子音についていけばいいんだね。ヒル司令官とはまだ連絡が取れないの。ビビらないようにしなくちゃね。寒いところはもういいよ。ハルクは寒くなるのかな。データはまだ確実ではありません。シールドの格納庫を見つけるのって思ったより大変だった。エイムが来た。ジャービス、エイムもシールドの格納庫を探してるのかな。その可能性は十分にあります、ミス・カーン。もうすぐだ。何か見える？ここだね。素晴らしい。そこから神経回路をつなげられるといいのですが。すぐに戻してあげるよ、ジャービス。ありがとう。あらゆる知識への瞬時アクセスが不可能な状況は居心地が悪いものでして、失うみたいな。人間に置き換えるとどういったものでしょうね。図書館から締め出されるですとか。ああ、アミーに Wi-Fi を切られる感じか。ええ、まさしく。うわ、
これ全部見るんだね。すぐ取り掛からないと。この近くから神経回路をアップリンクできます。いいね。何、どうしたの？シールドの機密セキュリティシステムに引っかかったのでしょう。アベンジャーズを検知。久しぶりだな、アベンジャーズ。ニック・フューリー。非常事態が起こってしまったようだ。今こそ君たちの力が必要なのだ。シールドの崩壊もその復活も予測していた。それがシールドプロトコルだ。希望をなくした世界を守る。それこそがシールド設立の理由。今こそ立ち上がる時だ。そこで頼みたい。シールド再建のためプロトコルを副長官に届けてほしい。幸運を祈る。以上だ。今のフューリー長官だよね。シールドのフューリー長官だ。中にプロトコルがあるはず。つけられたようですね。アップリンクを守ってください。プロトコルを安全なサーバーへアップロードできると思います。このデータをキメラに持って帰らないと。こいつらを近づけないようにしよう。その息だよ。
あるしね。やったね、ハルくん。ガンマハイタッチしよう。さっさと逃げよう。わあ、フューリー長官、期待以上だね。ジャービス、キメラに持って帰ろう。最適なコースを計算しています。神経回路のインストールが完了し、全データベースへのアクセスが可能になりました。気分はどう、ジャービス？全て正常に機能しています。これは私にとって、そしてシールドにとって大きな意味があるの。本当にありがとう、ブルース。カマラ、あなたにも感謝する。これで本格的にシールドを再建できるわ。何かあれば連絡して。今後は顔を合わせる機会も増えそうね。楽しみにしてるよ、長官。敬礼とかした方がいいかな？いいえ、必要ないわ。二人とも頑張って。ジャービス、トニーのところへ連れてってくれるか？時間はかかるかもしれませんが、ミスター・スタークを見つけられるはずです。それはそうと、ミス・カーンが好きそうなものをハームルームで見つけました。何？立体映像 AR マシンです。アベンジャーズがトレーニングのために使うものです。うわ、なんかすごそうだね。ただシステムが少々不安定な可能性があります。安全なの？負傷の確率はわずか 0.0001% です。信じるよ。うん。居住エリアを通ってください。ハームルームは格納庫の下層階にあります。ありがとう、ジャービス。